皆さんこんにちは、トコボウッドサイトの正道です。今日は視聴者の方から、まあ、私がよく使っているこの西洋カンナの調整の仕方を見せてほしいというコメントがありましたので、お見せしたいと思います。でちょっといつもとはスタイルを変えて、まあ、一発撮りでいきたいと思います。で私が使っているのはこのブロックプレーン と、このナンバー4のスムージングプレーンというのを使ってます。でどちらかというとこちらの方が調整というか分解難しいので、こちらでお見せしていこうと思います。で、まずこの押さえてあるこいつを取りますね。何という部品かちょっと分かんないですけど、これを取ると刃が見えます。で刃もこのような形で入ってまして、これあのベベルダウンといって、この刃を研いである面を下にして、刃を研いである面をこう下にセットするタイプのカンナになります。こっちはあのブロックプレーンでベベルアップといって、上に研いである面が来てます。でこいつは裏金、チップブレーカーと呼ばれるあの裏金がついてます。なのでこいつがこのネジでこうしっかり止められてるような状態になってますね。はい。でこいつをちょっと分解してみますと、もうこうやってネジで止められてるんで、これを外すとチップブレーカーとカンナの刃がこう分解できるわけです。で、まあ、私こっちを研いだことが正直ないですけど、こっちが研ぎ終わったらこれをまたつけて、所毛の場所でセットすると。でこれどれぐらいの寸法にするのか正解は分かんないですけど、私だと 1,2 ミリのところにだいたいチップブレーカーを持ってきて、ここのネジをこう止めるというのをやってますね。で、まあ、これチップブレーカーなんでこれあるかというと、こう削った時に裂か目とかになった時にこうきっちりこう丸める役目をしているので、まあ、あんまり離すと多分役目がなくなっちゃうのかなという気がしています。はい。まあ、こういう感じでセットをします。でですね、これちょっと一旦締め付けます。でこいつがここに穴が見えますかね。これがこのカンナの、ここに入ります。なのでセットするとするとん、いいのかとか、こういう感じですね。ここに今入りました。もう一回ちょっと拡大しますね。こうセットするとここに入ります。なのでこのノブを回すと、これがノブを回すとこれが上下しますね。これを締め付ける方向に回すと、ネジを締める方向に回すと下に行きます。でネジを緩める方向に回すと上に行きます。ということはこの刃が、下に行ったり上に行ったり、このノブで調整できるというわけですね。なので、刃を出す時にはこいつを調整してやる。これがまあ西洋カンナの優れた点の一つでもありますね。あの目分量じゃなくて、こうちょっとずつ調整が効くっていうのがこの西洋カンナのいいところです。ではちょっとこれを組み付けてみましょう。あ、その前に、あ、いいか、もう組み付けますね。でこの押さえを入れて、止めておきます。で裏側をちょっと見てみると、まあこういう感じになってまして、ここのまあマウスというか口をですね、閉じたり開いたりすることができるんですね。日本のカンナだと多分ないのかなという気はするんですが、ここを緩めてやって、このノブですね、ここを、こうひねるとどうなるかというと、これが動くんですね。でこの口を狭くしたり広くしたりすることができます。でこれも要は削る精度だとか、今の荒削りなのかどうかとかいうのはいろいろ関わってくるんですけど、まあ、ざっくり狭めにしておくと材料の入りが、まあ精密になるというか、そういう感じです。荒削りの時はもうちょっとこう入ってきやすいように広く開けとけばいいのかなという感覚でいます。もし誰か詳しい人いたらコメントで教えてください。で私の場合だと、まあこんな感じにして、ここのノブを
ギュッと締めておくと。そうするとこいつは動かなくなるんで、それで使えますという感じですね。で最初はちょっと角度を変えますね。画角を変えます。で最初はこれで削り始めるわけですけども、この口に対して刃物が、曲がっている場合、例えばここをこうやって曲げるとこの刃がさっきつながっていたの分かると思うんですけど調整できるんですね。こう曲げるとこの刃が動くの分かりますかね。こうちょっと動く。でこれで調整できるわけです。ここの刃がこの口に対してちゃんと位置してるかどうか。要は刃物がこういうふうに曲がってるとやっぱ曲がって削れちゃうというか高いところが先に来てしまうので、この口に対して刃が平行になるように、これは見た目になりますけども調整しておきます。ちょっと調整してみますね。でこの状態でここを触ってやってこう曲げてやって調整してみます。でそれができたら実際にもう削り始めることができるわけです。でまあ前提は、まあ、もちろん刃が研げてるっていう前提にはなりますけども、ちょっとこれでやってみますかね。でもちろん最初はこう何も当たらない状態に今セットしてるので、こうやってもスカッとなるだけだ。ちょっとこれ材が長いな。こっちの方がいいかな。何も当たらないと。でまっすぐにこの口に対して刃の、位置を調整できてるんだとすると、あとはこのノブをですね、これを締め付けてやればどんどん刃がこう前に出ていくわけです。なのでそれをちょっとやってみましょうか。で少し回しました。でまだ何もないです。でそうですね、これ半回転も回したらもうものすごいいっぱい出てしまうんで、ほんの少しずつ4分の1回転もいかないぐらい、これでファーストバイトが来るまでこれをちょっとやってみます。もちろん目で確認して見てもらっても構わないですけども、ちょっとギュッと回して、全然来ないな。あ、来ましたね。こう回しすぎましたね。回しすぎたと思ったら、逆回転させてください。うん。これでも、むちゃくちゃに分厚いですね。なので、これをちょっともう一回左に回転。ほんの少しでいいです。少しずつ調整しましょう。こんな感じで。で、これ見てわかりますかね。こっちの方が薄くてこっちの方が分厚いんで、ちょっと調整があんまりうまくない。なのでそこはいろいろ皆さんも調整していただいて、刃の平行を見てみると。でちょっと私の感覚だと今刃が出すぎてる気がするんで少し緩めます。こう当たらなくなりましたね。そしたらまたちょっと締めて、平行を調整したら当たらなくなりましたね。あ、ちょっと当たりましたね。うん。こんな感じで何回かこうやってると、うん。少しずつ削れてきました。なのでこれをまた少しずつ締める方向に回してやると、こうやって削れるようになってきます。まあ、プロの方からしてみれば、どうなのその金なくずっていうところはあると思いますけど、まあ、こうやって、素人でも何も見ないでダイヤルを調整するだけでこうやってできるようになりますんで、で、今見ると、ちょっとこっち側に当たってる感じがあるので、それはまあ、これでまた調整してやって、そうすると刃がすごい当たって、今度は、こんな分厚いのは削れましたけど、でもこうやって削れるようになります。で、何度もこう調整し直しながら、自
分の思う削る量に合うように少しずつ削ってみてください。はい、まあこういうふうに削れるようになりますね。ぜひ参考にしてみてください。今日の動画は以上になります。見てくれてありがとうございました。もし気に入っていただけたらチャンネル登録していただけると木工 DIY に関する情報を流していきますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。